こえてる？このピンチを逆転するために今は話し合っておこうぜ。双葉が携帯電話を傍受してくれた通りよ。やっぱり明智には裏があった。裏なんて次元じゃねえだろ。私たちをはめようとしてたどころか、あいつこそ廃人化の実行犯。教頭の申し出は罪を全て怪盗団に着せた上で彼を殺す計画だった。提案通りにお姉ちゃんのパレスへ行ったら怪盗団は警官隊の待ち伏せを受けるわ。これほどとはな。初めて本物の寒気というやつを味わった気がする。しかも逮捕のためにパレスへ現実の警官隊を。私たち8人が一度に入れるんだもの。整列させれば大人数でも連れ込めるはず。いえ、車や特殊装備だって持ち込むかもしれない。罪を着せる件、やっぱり本当にずっと前から仕組まれてたんだね。嘘のメジエドを潰させて調子に乗らせたところで奥村社長を狙わせて改心と同時に命を。何が犯人を見たよ。自分じゃない。しかも殺人鬼の分際で誠の姉ちゃんの隣でのうのうと探偵の芝居してやがったってことだろ。なあ、やっぱ明智の野郎を締め上げようぜ。傍受した音声、あれ証拠だろ。いいえ、それじゃダメ。明智はあくまで実行犯よ。傍受した電話の相手、大物の黒幕と通じてる。警察署内の容疑者を殺すなんていう段取りがつけられるようなとんでもない黒幕がね。そいつを突き止めて潰さない限り、明智の何を暴いても狙われ続けるか。でも黒幕を突き止める方法なんてある？明智に言わせるしかないだろうが、締め上げて言わせたのでは通報されて同じ状況になるな。というか締め上げなくても同じよ。黒幕が私たちを今すぐ殺さないのは罪を着せる利用価値があるからってだけ。それが無理そうって見切られたらすぐ始末に動くかもしれない。くせ、じゃあ少なくとも共闘する提案は受けるしかねえってことかよ。でも言われた通りパレス行ったらリーダーは逮捕されて獄中で明智に。パレス、パレスか。あのね、実はみんなに話したいことが。そうか、パレスにはパレスだ。な、何急に。一つだけある。明智をやり過ごせて黒幕にも狙われなくなってそいつの正体まで突き止める方法。本当？マジかよ。殺したいなら殺させればいいんじゃね。ただしパレスの中の。パレスの中の認知上の彼を狙わせて殺したと思い込ませるでしょ。そう、それ。やっぱりそれしかないみたいね。みんな聞いて、実は作戦の提案があるの。少年リーダーが死亡して以来、怪盗団は完全に沈黙しています。警察庁は事件の全容解明に向けて引き続き捜査をするとしています。遅くなりました。仕事が片付かなくて。子供たちは上で待ってるぜ。降りてくるように伝えといてくれ。連れてくるからよ。お姉さんですよね。誠から話は聞いてる。双葉ちゃん、夏は迷惑かけてごめんなさい。終わったことだ。つかあのクソ探偵。連れてきたぞ。
った？足あるじゃん。顔見るとやっぱ安心するね。明智のアホ、騙されてることにまだ気づいてねえだろ。それにしてもどうやったんだ？死んだことになってるだろ。何も知らないんですか？お姉ちゃんが彼をここに連れてきたと聞いてますけど。いきなりタクシーでこいつを連れてきて、かくまってって言われただけだよ。こっちは死にましたって発表を見た後だぜ。目が白黒しちまったよ。一刻を争う状況でしたから。マスターには教えとくべきじゃね、今回のこと。怪盗団のリーダーは死んだと敵に思い込ませる作戦です。はあ？敵に異世界にいる偽物を殺させたんですよ。ちょっと待てって。敵だの偽物だのさっきから何言ってる。俺たちをはめた真犯人がいる。そいつの正体をつかむためです。真犯人？そうか、お前ら誰かとやり合ってたってことか。明智五郎ですよ。彼が裏切り者だということは事前に分かっていたのね。反撃のきっかけをくれたのはあいつ自身。あいつ致命的なミスをしたんです。なら真犯人は明智って初めからはっきり言えばよかったじゃないの。その話は出せなかったの。お姉ちゃんに明智を警戒させるわけにはいかなかった。それにお姉ちゃんも取り調べ官も絶対信じなかったでしょ。そうね、確かに明智は怪盗団逮捕の功労者。私も誰も信じなかったでしょうね。つまりわざと明智を泳がせていたってわけね。恐れ入るわ。ダメだ、俺の理解が追いつかねえ。さっき言った明智のミスってのは何やらかしたんだよ。出現したんですよ、モルガナの声について。うちの猫を？モルガナ喋れるんです。あ、悪い、笑うところか。ああ、ごめんなさい、本当に本当なんです。恐れ入ったか。まさか今のも何か喋ったってことなの？でも聞き取れなかったでしょ。初めはみんなそうなんです。異世界のモナは普通に喋る。それを実際に聞いて、あ、モナ喋れんだって頭が理解すると、囲碁は現実でも聞き取れる。認知の変かな、多分な。明智のやつ下手な演技するからバレちゃうんだよね。明智、学園祭で会った時モナが喋るのを初めて知った風だったけど、でもずっと前にそれっぽいとこ俺ら見てたんだよね。我が輩、あそこがいいぜ。来るとき見えたでかいパンケーキみたいな場所。あれ違ったかな、美味しそうなパンケーキとか聞こえたから。あの時パンケーキって言ったのモナだけだったんだ。ってことは明智はあの段階でもう異世界に行ってやがったってことだ。そんな嘘ついてたってことは裏があって接触してきたんじゃないかって。思い返しておかしいって思ったんだ。あいつ素のリアクションだったしな。ただその偶然を見逃すほど我が輩たちは甘くなかったってことだ。そこで双葉ちゃんに盗聴を頼んだんです。
携帯を見せてもらうふりしてアプリ埋め込んでやった。ドキドキだったけどね。しかしあの一瞬で仕込まれるとはさすがの名探偵も想像しなかっただろう。あの時は双葉の変人キャラがうまく生きたな。演技だあれで、何日か粘って裏切り確定したのがこれ。じゃあ僕が警察をパレスに手引きし怪盗団を現行犯逮捕させます。あんな手口じゃ現行犯以外は無理でしょう。捕まえたらあとは僕が始末しますよ。そうですね、署内の尋問室で看守のピストルを奪い獄中自殺でどうです。初日は公安直々の取り調べだそうで、あの特別棒なら僕の仕事もたやすい。マジかよ。ええ、看守にはこちらの手のものを。漏洩防止のため消えてもらいますが。しかも初めから一緒に始末するつもりだった。では逮捕翌日には手配を。これで大勢を廃人化させた凶悪犯は自らの手で人生に幕を引く。そして悪を葬ったあなたは英雄となる。もちろん僕もね。様子がおかしいとは思っていたけど、まさかここまでとはね。正義の名探偵どころか廃人化犯罪の実行犯。さらに明智の背後には何者かがいる。相手は署内での暗殺を指示できるような強い権力を持った者だから、先手を打たれる前にこっちから仕掛けたんです。なるほどな。明智をお姉ちゃんの認知世界におびき寄せ、偽物を殺させて死んだと錯覚させる。そこ詳しく教えてもらってもいい？私の中で一体何が起きてたの？無断で利用してすみません。騙し返すための条件がいろいろ揃っていたので。条件？まず認知世界の中に現実そっくりの場所が存在すること。あの世界は現実が元になってっから、歪んでないとこは現実まんまなんだよ。だからそんな場所で入り込むとナビを起動した本人以外は気づけないんです。鴨志田の時駅から気づかないで入っちまったし。とにかく歪みがねえとこだとぶっちゃけ見分けつかねえ。誠から作戦の提案を受けた時にはすでに単独で新島さんの異世界を調査済みだった。あの提案には恐れ入ったぜ。ぶっちゃけ理解できなくて乗っかるしかなかったけどな。任せて大正解だったけどな。普段冷静なくせに思いついたら直情的なんだよ誠は。明智への対抗意識もあったんだけど、何よりお姉ちゃんがターゲットになったことでいても立ってもいられなかった。私が怪盗団に加入したわけはお姉ちゃんの心を治すためだったから。手柄のことばかり考えて必死だった。そうね、どうかしてたわ。分かってあげられなくてごめん。それはお互い様。新島さんが取り調べをすることはまこちゃんから聞いてました。尋問の場所は私のノートから抜いたデータを見たってとこかしら。ごめんなさい。続けて。異世界を調べて確認したことは2つ。
警察ビル内の尋問室周辺で敵との遭遇や怪盗服への変身は起きないこと。もう一つは風景や細部が本当に本物同然だということ。誠からそれを聞いた後、明智にバレないようにこっそり下見と実験に行きました。それからもう一つ絶対に必要だったのは、異世界の尋問室に認知存在の彼が現れること。それも当然捕まっていない状態では尋問室にはいませんでした。でもカジノの客や警察官を見て大丈夫だと確信した。どこをどう見ても実物の人間にしか見えなかったから。そっから先は明智を騙しながらのパレス攻略。お姉ちゃんのシャドウを倒すところまでは予定通り、けど予想外の警察の待ち伏せにあって私たちは動転、肝心のお宝を持ち去れなくなってしまった。というのはお芝居、事前に空のアタッシュを仕込んでお宝を持ち去る演技をした。警察が来るのは知っていたから。警察が確実に待ち伏せしてくれるように手を打っておいたんだよね。であいつ予想通り食いついたってわけ。警察に捕らえられるところまでは予定通り進んだ。私は何も知らずに尋問をしていたと。でもどうやって明智を認知世界の尋問室に誘導したっていうの？座標を取ればやれる。明智はバレスで偽物を始末していい気になって帰っていった。現実の尋問室にいたリーダーからすれば分半者だろう。誰も来ない、何も起きない静かな部屋でふんぞり返っていただけなんだからな。そのために私に携帯を。君の言葉に動かされるまま受け取ったけど、この目で見られなくて残念だったよ。私だって急にスマホに届いたメッセージを飲み込むだけで精一杯だったわよ。参ったわね。じゃあつまり私も一瞬異世界にいたってことなのね。短時間ならパレスに本人が入っても危険は少ない。過去の経験から思いついた苦肉の策だ。携帯電話を託したもう一つの理由がそれです。アリババからのメッセージに従って監視を騙して彼の脱出を手伝ってもらうこと。尋問室へ引き返させれば新島さんを異世界から返すのも同時に叶うし。つーか慌てて戻られて暗殺帰りの明智と鉢合わせないように結構言い方考えたんだぜ。呆れた。私の中で大作戦が決行されてるなんて一切わからなかったわ。尋問中にお姉さんを説得する件、本当うまくいってよかったよね。明智の手は分かっててもそこだけはずっと不安だったから。そうね。どういうこと？お姉ちゃんを味方につけなければ双葉の計画もその後の脱出も叶いません。その説得こそ最大の勝負どころでした。お姉ちゃんと事前の話し合いなんて不可能。尋問中の一発勝負、一か八かの賭けです。でもあの限られた時間の中でよく私を落としたわよね。自信。そうよね。いずれにしてもよくあんな状況で。真犯人の計画を伝えられさえすればお姉ちゃんは気づくと思ったの。怪盗団のリーダーは真実を言っていて
追うべき悪は他にいるって。結果見事に勝利を得た。私に秘密にしていたのは真犯人の尻尾をつかむためなのよね。そう。それに当時のお姉ちゃんは暴走してたし。乾杯だわ。グーの音も出ない。笑うしかないって気分。明智に偽物を殺させたのはまあ分かったが、遺体はどうしたんだよ。警察は遺体をろくに確認しなかったんです。はあ？射殺された遺体が自殺に偽装できるよう検視官の協力者がいました。検視官はろくに自殺現場も確認せず、偽造書類が素通り。そこまで悪党の手が入ってんのか。出なければ署内で射殺なんて無謀ですよ。協力者の存在も盗聴で予想がついてました。私は双葉ちゃんのメッセージと看守の挙動で理解した。何も知らない警察上層部は蜂の巣をつついたような大騒ぎ。結果明智の計画通りに獄中自殺だと報道された。その騒動の裏をついて彼は新島さんの力を借りて脱出したんです。モルムに遺体がないことへの偽装工作も成功して、未だに生存がバレてない。尋問中の拷問もひどすぎる。平然と暴力や薬まで使うなんて異常よ。もし意識を失って携帯の件を言えなければ殺されてた。本当よく無事で帰ってきてくれた。思い出さなくてもいいよ、あんなの。でも自殺報道を見た時はさすがに焦ったよ。彼が尋問を受けてる間、疑われないように普通の生活を心がけてました。といっても内心ずっとドキドキで。ま、俺はあの瞬間成功したと確信したけどな。俺もそう信じたかったが、ことがことだけにな。リュウジは能天気で鈍感だからな。猫は黙ってろ。ほとぼりが冷めるまで来るの我慢してたけど、本当ホッとした。生きてると分かってても生身を見るまでは安心できないもんだな。今思えば私が尋問を許されたことなんて陣頭指揮官に対する形式だったのね。死ぬ予定の相手を尋問してたなんてひどい茶番。いいわ、私は今後もあなたたちに最大限の協力をする。助けてもらったしね。心強いです。俺も精一杯協力するからな、何でも言ってくれ。さてちょっと休憩しようぜ。おっさん頭が疲れちまったよ。ああそれとこれからは集まって話したいときは一回も好きに使っていいぞ。安心できるアジトがいるだろ。言ってくれれば早じまいにしてやるよ。そんな、いいんですか。迂闊に外へ出らんねえやつもいるんだ。下で誰が聞いてるかもわからん状態じゃ相談もはかどらねえ。もともとそのぐらいで温存するほどにぎわってねえしな。お言葉に甘えさせてもらおう。やはり大した誤人だ。ふふん。どこかで聞いたような。明智です。入れ。
主犯格の死亡診断書ですね。何か問題でも？いや、何でもない。それより検察の件、ご苦労だったな。特捜部長は脳梗塞による病死で確定してます。あいつには捏造絡みでかなり動いてもらった。しっかり弔ってやらんとな。僕が怪盗の尋問室に入れたのもあの人のおかげですから。検察も彼の死で混乱しているようだ。後任は選挙を終えてからゆっくり選ぶさ。それにしても怪盗様々ですよ。おかげで僕は英雄だ。邪魔者はいなくなった。選挙の勝利も間違いない。続きまして、衆議院解散総選挙の話題です。公示日を前にして早くも場外戦がスタートしました。公示は今月23日、投票は来月の18日に行われ即日開票されます。選挙ね、俺ら投票できねえし関係ねえけど。そろそろ再開しましょう。怪盗団も再集結したし、いよいよ反撃だな。明智と黒幕の野郎によ。その黒幕は分かったのか。明智のやつ、殺した後に安心してポロリしたんだ。指導さんって。指導ってどっかで聞いたことあんだよな。警察の内部に通じてるなんて相当な権力者なのは間違いない。指導？指導正義か。それ誰だっけ。確か政治家の、ほら、龍二が演説うるさいって言ってた。マジ？指導が黒幕？あ、え？証拠でもあるんですか。物証はないわ。ただいろいろな条件に合致する。まず精神暴走事件や官僚の不祥事で現政権がダメージを受ければ得をする。怪盗団に対しても批判的な態度を貫いて、選挙を目前に大衆から絶大な人気を得たしね。しかもこの選挙後で勝てば多分総理になることが確実。そんな。選挙を狙いすまして俺らをはめたのか。もし本当に黒幕なら清廉なパブリックイメージとは正反対ね。今の地位や人気は廃人化の恩恵に過ぎないってことね。絶対に改心させる。お母さん。指導か。どうしました。あいつが関わっている気配は薄々感じちゃいた。前の仕事のつてでな。若葉の研究を潰して資料を押収したのは多分指導だ。いや、そもそも若葉が死んだのからして指導が絡んでいる。俺はそう踏んでた。けど俺は何もできなかった。双葉を守ることを選んで身を隠した。それ早く言えよ。言ったらお前ら絶対に向かって行っただろう。帰り討ちに会うに決まってる。邪魔者は殺して当たり前。そんな奴だ。廃人化はもともと私が追ってた事件なの。精神暴走に関連する政府の研究を偶然見つけてしまったの。研究データの所在を追って関係者を当たっていた頃もあったわ。マスターもその一人。廃人化と精神暴走、それに指導、そして一連の怪盗団騒ぎ、全てが関係していたなんて思いもよらなかった。指導は
昔から総理になると周りに言っていた。ホラ吹きだと誰も信じなかったもんだが、このまま指導が総理になったら、この国も世界もどうなっちゃうの？それ以前の問題だ。信念もない自分勝手で欲にまみれた大人が大衆の頂点に立とうとしている。そんな腐ったやつ、化けの皮剥がしてやりゃいいんだよ。ああ、いつも通りにな。早速ナビで確認しましょう。総理候補、指導正義っと。ヒットしました。来た！手間あって当然か。場所はどこだ？政治家ってどんな頭してんの？裏金とか腹黒とかそういうイメージ。あいつら普段どこで何してんだ？生態がわかんねえ。パレスは政治家の集まる場所でしょ？ねえ。反応した。国会が居城など傲慢にも程がある。次のターゲットは大物政治家の指導正義。もちろんそうだろ。おや、反対のやつ、いねえよな。もちろん。相手にとって不足はない。みんなで勝とう。敵討ちだ。満場一致だな。あとは議事堂を何だと思ってるか、そのキーワードだけだな。あのアプリなのね、私を異世界に入れたのは。おっさんには分かんねえな。選挙前日には片付けを終えるべきね。総選挙は12月18日だから17日。遺体処理の偽装がバレる前に急いだ方がいい。じゃあ早速明日から放課後議事堂に集合で。つか学校どうすんだ？死んでたら顔出せなくね？川上先生は実家の都合でしばらく帰省中って言ってたけど。学校にはそう届けてやる。じゃあ生きてんのバレんなよ。この作戦が無意味になっちまう。どういうことだ？今回の作戦には明智の手から逃れる以外にもう一つ狙いがあるんです。指導は怪盗団に罪をなすりつけて大衆を騙そうとしました。たくさんの人生を狂わせたり、学生の明智五郎に暗殺の手伝いまでさせた。そんな大悪党、改心だけじゃ生ぬるいです。警察が怪盗団のリーダーは獄中自殺って発表したのを利用するんです。死んだはずのリーダーが派手に名乗り出るんですよ。自分は脱獄した、自殺なんかしていない、むしろ悪党に殺されかけたって。関係者みんな大慌てだ。お前らそこまで考えてやったってのか？俺ら頭脳派っすから。だから実際に捕まって死んでみせるなんて危険なトリックが必要だったのね。とんでもない子供たちね。でも本当の本番はここから。まだ第一ラウンドを取っただけ、気は抜けない。ああ、打ち上げるような空気じゃねえのは分かってんぜ。俺たちを罠にはめて殺そうとするような非道で計算高い連中だ。気を引き締めていかないとな。ようやくここまで来た。お前と出会ってもう2年半になるか。当時あなたは官僚機構に対抗できる若手だと注目されてましたね。おかげで出る杭を打とうとする輩に
スキャンダルを狙われた。腐った老害どもの罠にはまるとはな。その時だったな。特別な力があるとお前が売り込んできたのは、例の認知の研究を偶然かじっていなければ頭がおかしいと突っぱねていたところだ。僕はトラブル相手を暴走させてスキャンダルをなかったことにした。まさか他人の心を暴走でも廃人化でも好きにできるとはな。そんなお前が今後も支援すると言ってきた時は何が狙いかと勘ぐったものだ。志の高い思想に共鳴したからですよ。国の将来のためにもあなたの理想を成し遂げなければいけないと思った。まあ信じたからこそあの研究を強引に引き上げました。力はお前だけが使えればいい。解明されては厄介だからな。一色若葉でしたっけ、あの研究者。素直に従えば死ぬことはなかったのに。どんな小さな懸念も根元から断つべきだ。不審な点は大概もみ消せる。何しろこちらには現役の地検特捜部長が味方してくれていたしな。呆れますよね、出世を狙って特捜部長自ら証拠書類の捏造を繰り返していたなんて。言われた時驚いてましたね、あの人誰が漏らしたなんて。まあこっちはシャドウから聞き出したわけだから、強いて言えば漏らしたのはあの人自身かな。すでにこの国の情勢は行き詰まっている。政界には既得権益の中毒になった老人どもが未だ牙城を守ろうとのさばっている。大衆はそんな政治を見限ってもはや関わろうとすらしなくなった。このままでは破滅が待つのみだ。同感ですね。無能な奴らと一緒に滅びてやることはない。私が国家を復活へと導く。理想の達成には時に邪魔者の排除もやむなし。それが異世界の正しい使い方というものだ。とはいえ性的の死亡やスキャンダルが不審に続くと目立ちますよね。だから不審じゃなくしてやる。僕が暴走させたターゲットを僕自身が告発して華麗に解決する。あなたと無関係の事件としてカリスマ名探偵の誕生だ。おかげで私は清廉潔白なイメージをたやすく守って大衆の人気を独り占めにできる。民意さえ得てしまえばあとは勝手に各界から協力者がすり寄ってくる。警察だって例外じゃない。もともとこちらは検察の幹部を抑えているんだ。影響力を持つくらいたやすい。怪盗団が出てきた時は少し厄介なことになるかと思いましたけどね。調べてみればただのガキどもだ。全部の罪をなすりつけてしまえばいい。あなたからそのアイディアを聞いた時かなわないなって思いましたよ。怪盗人気の盛り上がりは少し予想を超えていたが、その分裏返った時の悪印象も強くなった。おかげで私はただ連中を叩いているだけで常に支持が集まってくる。折しも現政権は不祥事続きで完全に死にたい。当然だ、私が暴走させたのだからな。ついには与党内までも分裂、そして狙い通りの解散だ。いよいよだ、もうすぐ潮の椅子に手が届く。だが就任がゴールではない。ここからが本当のスタートだ。人任せで利己的な愚民のためにこの国を富国にしてやること。
つまり世界と渡り合える強い国の創設ですね。皆私の思想に共鳴してついてきている。そのためには少しばかりの犠牲は仕方あるまい。それが選ばれし者である私の使命だ。しかしここまで順調に来られたのもお前の力が大きい。私が総理になった暁にはどんな願いでも叶えてやる。今回の一件で僕の名は全国、いや世界にまで轟きました。人心を操る怪人に法の力と頭脳で打ち勝ったヒーローとしてきっと語り継がれるでしょう。あとは出しゃばらず学業に励みますよ。お前くらいの年じゃそう生臭いことも思いつかんか。将来のことは考えてますがね。まあなんだ、さてと。それでだ。まあなんだ、修学旅行の時お前のスマホ乗っとったろ。あれが地味に役に立ったぜ。前にさ、明智のスマホにも盗聴のためにアプリ突っ込んだじゃん。つまり2つのスマホの GPS 情報が丸見えだったわけ。すると何ができるか。お前のスマホを持った新島さえが明智と出くわした瞬間が外からでもわかんのさ。だから私が今だポチって信号を送って異世界ナビ発動させたわけ。ただ話もせずに一瞬ですれ違う可能性もゼロじゃなかった。そうならないように新島さえにはスマホを見せろっていう必要があったわけだな。何度聞いても驚きだぜ。つっても異世界ナビは謎アプリだから直アクセスして起動さすのは無理だけどさ。あれブックマーク機能あるじゃん。ブックマークボタンを押すっていう操作を起動するだけなら全然やれたってわけ。どうよ。じゃあな。学校にはさすがにしばらく行けねえな。気にすんな。今まで越えてきた修羅場に比べりゃへでもね。それに我が輩と作戦練り放題だろ。指導が生きようが死のうが正直言えば我が輩には関係ないけど、お前の敵だって思うと不思議と我が輩自身の敵だって思えてくるんだ。とことんまで付き合ってやるよ。それじゃあ今日はもう寝ようぜ。そういや双葉が言ってたけどさ、パレスでお前がピンチになった時助けに来た反応ってのは、やっぱり吉沢か。ならあいつにもお前が無事なことを知らせてやらないとな。よし、ここは我が輩が一肌脱いでやる。選挙やるまでもないだろう。指導が勝つに決まってる。他にまともな政治家いませんしね。
今の政権不祥事続きだったし、それに指導ってオーラありますしね。この人なら全部うまくやってくれそう的な。誰でもいいからいい世の中にしてほしいよ。結局怪盗団とかいう連中もひどいクズだったしさ。見てろよ。よし、国会議事堂に向かうぞ。くれぐれも見つかるなよ。出かけんのか。呆れたぜ。分かってんのか。見つかったら今度こそ終わりだぞ。ったく、しょうがねえやつだな。遅くなるんじゃねえぞ。明智はいないな。早速始めましょう。パトカーも巡回してるし長居できないわ。ナビに指導正義と国会議事堂までは入れた。あとは何と思っているか。国のてっぺんで富士山とか。該当しません。豪邸とか。総理になってみんなを従える。学校。コロッセオのような闘技場か。宮殿。該当しません。全然ダメね。すぐ入れると思ったのに呼ばない方が良かったかも。あ、もしかしてパレス丸ごとバリアでガードしてんじゃね。指導って認知科学の研究奪ったわけだろ。そこに特殊な技が書いてあるとか。そんなことできるの。さあどうだろうな。私の見たノートには書いてなかった。つか指導ってどんな人間だよ。
全然わかんねえ。昨夜軽く調べたんだが、いまいちピンとこなかった。あの人、多分議員さんだよね。聞いてみる。すみません、高校の新聞部の者なんですが、ちょっとお話いいですか？はい。指導議員ってどんな方なんですか？国会をどのように思ってるんでしょうか？国のために尽くすという姿勢ですね。みな決断力と実行力に優れた立派な方ですよ。君たち若者が住みよい未来を作ってくれるでしょうね。模範解答。子供なんかに余計なこと言わないか。おい、あれ、トランシーバー。え、私たち？ヤバげじゃね。一度撤退しましょう。明日休みだし、早い時間から作戦会議で、ルブラン集合でいいよね。みんな一晩考えよう。怪盗団を名乗る悪党は滅びました。しかし国民の皆様はまだ不安な日々をお送りでしょう。不祥事の連続で政治不信は増すばかり。私は国民の一人として怒っております。よく言うぜ。真に責任のある政治家とは何か。国のことを考えず私益で動くなどもってのほかなのです。明日選挙の公示だっつうのに、どこもかしこも指導万歳だ。みんな騙されすぎ。仕掛けた国を救うには根本的な世直しが必要なのです。ざ
フッ。